カツ浜水族館カツ浜水族館は、高知県高知市にある水族館である。2017年現在、約250種7000点の海や川の生き物が展示されている。1931年4月にカツ浜に開館。太平洋戦争中には一時閉鎖されるが、終戦後に再開される。小規模ではあるが、 館内から、桂浜や太平洋が一望できる自然を取り入れた、レイアウト、黒潮で採れる魚を展示するなど、特徴のある水族館となっている。1984年3月の新築から2002年9月まで、館の看板として、和歌山県大寺町から搬入した沖言堂が、断続的にハットを飼育されていた。現在はプールが手狭なため、飼育されていない。 カツラハマ水族館足摺岬桂浜カツラハマ水族館の一等館ではウミガメへの餌やり体験を比較的古い時期から実施してきているが2009年8月に大阪から観光で訪れた女性が職員から餌やり体験を勧められ餌やりをしていたところウミガメのうちの一匹に右手を噛まれ小指の先を切断する重傷を負ったこの女性は 当館の運営主体の社団法人を相手取り、大阪地方裁判所社会支部に訴訟を提起。女性は、ウミガメの危険性を警告する案内や注意書きの設置が不十分であり、当館は入館者の安全に配慮する義務を果たしていないと主張しており、現在係争中である。ありがとうございます。